はい、スターフォックスというゲームシリーズはですね、任天堂から発売された、シューティングゲームなんですけれども、初代、スーパーファミコン版のスターフォックスっていうのが、カセットにスーパー FX チップっていうのを、搭載して、いわゆる奥スクロールという形のね、シューティングゲームとして開発されたんですけれども、これスーパーファミコンで発売されたゲームソフトとしては初めての 3D 作品であったと言われています。この3D ポリゴンはですね、当時のデータ容量の関係から非常にシンプル、ね、幾何学的な独特なデザインになってるんですけれども、それがね、かえって面白い、なかなかいいということで、ファンを作り出していったという作品です。で、その後同じスーパーファミコンでスターフォックス2っていう続編の開発が進められていたんですけれども、すでに大ヒット作になった64版のね、スターフォックス64という開発が始まっていたので、そちらに継承されていって発売中止となったんですが、このスターフォックス2のですね、ゲームのデータ、ロムというのがどこかから流出しまして、ネット上ではよくやってる人もいますし、海外ではそれをですね、スーパーファミコンのカセットに改めてこうデータを入れて、実際にスーパーファミコンで、もちろん海賊版ということになるんですけど、プレイしているという人もいたようです。前作通してストーリーつながってるというか、パラレルワールドみたいな感覚になっていてですね、あまりストーリーがつながっている部分もつながっていない部分もあったりするんですけれども、大体はですね、恒星ライラット系というところに天才科学者ドクター・アンドルフっていう人がいたんですけれども、いろいろね、悪どい研究をしすぎてコーネリアっていう惑星を追放されてしまったということで、それで逆にアンドルフがこう復讐にやってくるのを、こう雇われ遊撃隊ストアフォックスという4人組のチームが守るという、なんていうか傭兵みたいな存在ですね。リーダーはスターフォックス・マクラウド、して他メンバーはファルコ・ランバルディ、ペッピー・ヘア、スリッピー・トードという個性豊かな4人組、これそれぞれ動物の姿を模しているんですけれども、こういったメンバーでずっとゲームを展開していくという流れになっています。